幽霊島江戸川乱歩前回の続きからです妻とすることは断念しましたしかし明子さんを愛する感情は少しも変わりません先生の話を聞いて今日またの夢がすっかり消えてしまい ももう生きていいるなほとんどこの世の希望を失ってしまったのですいや妻とすることができぬとあればもう君は権利を失ったのです明子さんを捨てたのですところが僕の方はあの人さえ承諾すれば明日にでも堂々と世間に発表して立派に結婚するつもりですそのために信用を落とそうと地位を失おうと 少しも意に返するところではありませんわかりましたか君と僕との愛情にはこれほどの相違があるんですよいやそれは道徳を無視した野獣の愛というものです第一あの人は明日にもその筋に捉えられる身ではありませんかそれをどうして言い争いながら私はふとかすかな物音に気づいてその方を見た 見なやハッと驚いて口をつぐんでしまった意外にもいつの間にか次の間からのドアが開いてそこに当の明子さんが幽霊のように青ざめてさも恨めしげに私を見つめながらたたずんでいたのであるではさっき玄関で見た女の靴は秋子さんのであったか 彼女が次の部屋にいると知ったらあんな大きな声でろうめんのことを話したり彼女の全身を洗い立てたり結婚できないなどと口走るのではなかった彼女は次の間にいて2人の話をすっかり聞いてしまったのに違いないそして私たちの争いがだんだん激しくなったものだからじっとしていられずけなげにも それを止めるために出てきたものに違いないしかしこの部屋へ入るのがやっとであったもう力が突き果てた様子でドアに取りすがって今にも倒れそうに見えているああきこさん私は思わず叫んで立ち上がったがその声が合図ででもあったように 彼女の体はくなくなと崩れてドアの前に倒れてしまったかわいそうに気を失ったのだ私はすぐさまそのそばに駆け寄ったが黒川も慌てて駆けつけ私を遮りながらいけませんいけません君は秋子さんを捨てたのではありませんかもうこの人の体に手を触れる権利はないんです 解放は僕がしますからどいていらっしゃい」と。と狂人のようにわめいてさもいとしげにあきこさんのそばにひざまずき乱れたスカートを直したりソファーの上のクッションをとって彼女の頭の下にあてがったり背中をさすりながら「あきこさんあきこさん」さんとその名を呼んでみたりした。 黒川が邪魔をするのでそばへ寄ることもできず私は立ったままじっと失神した明子さんの顔を眺めていたが今更のようにその神々しい美しさに打たれないではいられなかったこの女が養母を殺したり牢破りをしたのだろうか信じられない信じられない百の証拠千の証拠があろうとも一目この顔を見れば そんなもののは何の力もなくなくってしまう。もしそれほどの悪女なればいくら手術によって作り直したとはいえどこかにその心が反映しているはずだ美しい中にも邪悪の層が現れているはずだしかし今明子さんの顔からはみじんも邪悪なものが感じられないただ美しく愛らしく神々しいばかりである 私はそれを見てたちまち激しい後悔の念に責められたこの美しい人を我が物顔に介抱している黒川に耐え難い嫉妬を感じた黒川さん僕は間違っていました明子さんを見捨てるなどと言ったのは僕の思い違いでした君に譲ることはできませんさあそこを抜いてください 私はそんなことを口走りながら、明子さんの短くひざまずこうとした。実に地上の沙汰である。だが黒川は私よりもさらに夢中であった。親、君はもう後悔したんですか。男らしくないじゃありませんか。君はもうこの人を解放する資格はありません。その証拠を見せてあげましょう。さあ、これです。これをご覧なさい。 黒川はそう言いながらぐったりと床の上に投げ出されている明子さんの左手を取り例の長い手袋をスルスルと剥ぎ取ってしまったこの手首を隠すために明子さんはどれほど心を砕いていたか永田長蔵が失神せんばかりに驚いたのもこの手首を見た時であった三浦栄子が行方不明になったのもこの手袋を取って 手首の秘密を一目見てからであった黒川はその明子さんの大秘密を事も投げに暴露してしまったのだしかもそれを私に見ようと強いるのだ見舞いとしても見ぬわけにはいかぬ私はついにそれを見たああなんという恐ろしい傷跡だちょうど手首の外側にあたって 骨まで達した深い三日月型の傷跡がむごたらしく残っている言うまでもなくおてつばあさんを殺害した時噛み取られた傷だその肉片が老馬の口の中に残っていたというあの忌まわしい傷跡だ私は思わず顔を背けたあまりの恐ろしさに 静止するに絶えなかったのだ空ごらんなさい君はこの傷跡を見てもなお秋子さんを愛していると言い張りますかおそらくそんな気にはなれないでしょうところが僕はこの傷そのものを愛するのですよ僕が秋子さんの弁護を引き受けそれ以来いろいろとこの人を助ける金円を作ってくれたのは全くこの傷のおかげですからね 先生はこの傷も元通りに直してやろうと言いましたが、僕はあきこさんには内密にきっぱり断ったんです。もしこの傷を治せば報酬を支払わないと言って脅かしたのです。この傷が消え失せては僕の権利を主張する種がなくなってしまうからね。僕にとってはこの傷跡こそ結びの神ですよ。君には醜く見えるかもしれませんが、 僕僕にはは美ししくくさえ感じられるのののでですすこの傷を愛しく思うのです黒川はそう言いながら手首を両手でつかみ上げいきなり顔を寄せると情熱を込めてその恐ろしい三日月型の傷跡に繰り返し繰り返し音を立てて唇を押し付けるのであった。 侵入者黒川は勝ち誇ったようにしゃべり続ける北川君この人はもう僕のものですよ明子さんは今の君の話をすっかり聞いていたんですそして君の愛情が冷めてしまったことを知ったのでかわいそうに失望のあまり気を失ったのです明子さんは非常に自尊心の強い人です おそらくこんな恥ずかしめを受けたからには、この人はもう君には振り向きもしないでしょう。そして窮枠を知りながら、あくまで親切を尽くす僕の方へ、自然となびいてくることになりますよ。まあ見ていてごらんなさい。僕にはこの人の心は手に取るようにわかっているんです。それを聞くと私は死刑の宣告でも受けとようなみじめな気持ちになった。 秋子さんの自尊心は私もよく知っている。多分もう口も聞いてくれぬかもしれぬ。殺人犯人と結婚はできない。結婚もできない女を愛してはならぬ。理屈はそうである。私の両親は元として愛してはならぬと命じている。だが愛情というやつは理屈や両親の言うことを聞かぬ。 秋子さんを見ぬうちは今まで騙されていたのが悔しく全く愛情も色あせてしまったように思っていたがこうして気を失って倒れている彼女の美しい顔に接すると私の心は不甲斐なくもぐらつき始めたそしてどうやら愛情の方が理屈に打ち勝ちそうにさえ思われるのであった黒川君、君は卑怯です。 アキコさんがいるのをなぜ黙っていたのです。僕の話を聞かせるためにわざと次の間に隠しておくなんて。私は黒川の腹黒い仕打ちが無性に腹立たしかった。ははは、何も僕が企んだわけではありませんよ。偶然です偶然です。黒川は勝利者のように落ち着き払って、 私の立腹を取り合おうともしないのだじゃあ明子さんはどうしてここへ来ていたのですそれは僕が呼び寄せたんですよ今だから言いますが明子さんは僕が誘ったからといって素直にやってくるような人じゃありませんこれまでは僕を嫌い抜いていたのですからねしかし今夜はどうしてもあの人の方から僕のところへ駆けつけてこなければならないわけがあったんです というのは、僕は今日午前に東京から帰ると、すぐさま例の2枚の老面を幽霊島の秋子さんのところへ送り届けたんです。誰からともわからぬようにして送り届けたのです。秋子さんが老面を見てどんなに驚いたかは君にも想像がつくでしょう。お前の全身を知っているぞというこの人にとっては何よりも恐ろしい脅迫ですからね。 その上、差した主任不明とあっては、もうじっとしているわけにはいきません。ところがこういう場合、明子さんの相談相手と言っては、広い世界に、この僕の他にはないのです。いくら嫌な男のところでも、こんな一大事が起こっては、相談に来ないわけにはいきません。そういうわけで、明子さんはもう一時間ほど前から、ここへ来ていたんですよ。わかりましたかつまり僕の計略が、 見事にこうそうしたのですどうせそんなことだろうと想像はしていたけれどそれにしてもただ秋子を自宅へおびき寄せたいばかりにわざわざ東京まで出かけて廊下名を手に入れたとはこの男の必要な情熱には呆れるほかなかったあ、お待ちなさい気がついたようですなおも言いつ乗ろうとする私を制して 黒川が口の前に指を立てた。見ると秋子さんは目を開いて、けげらしく私たちを眺めている。まあ私、どうしたんでしょう。決まり悪そうにつぶやくと、そんな際にもこれだけは忘れぬと見えて、彼女は気づかわしげに自分の左手を見たが、幸いにも黒川が元の通りに手袋をはめておいたので、 まさか失神している間にあの恐ろしい古傷を見られたとはつゆ知らずほっと安堵したらしい様子であった私はいきなり黒川を押しのけるようにして明子さんの枕元へつまずき彼女を抱き起こそうと肩に手を当てながら「明子さん気が付きましたか僕です北川です」と声をかけた。 すると今までぐったりとしていた彼女が何かハッとしたように身を起こしたかと思うと怖い顔をして私をにらみつけた「触ってはいけません私は和田吟子なのです」「自尊心が彼女に異常な力を与えたのであろう」「そう言っていきなり立ち上がったかと思うとよろめきながらどこかへ立ち去ろうとする様子だ」 子さん待ってください。僕はあなたの気に障るようなことを言ったかもしれません。しかしあれは必ずしも僕の本当の心持ちではないのです。一言弁解させてください。私は情緒の虜となって愚かにも彼女に取りつくろうとしていた。いいえ、何もお聞きしたくはありません。どうか私に構わないでくださいまし。ではあなたとは。 もう永久ににお目にかかりばっさような顔に久しく忘れていたあの鋼鉄のような冷たさがみなぎっていた「ああ彼女は金輪際私を許そうとはしないのだ」。